ザクセン・アルテンブルク公国は、ドイツ中部の駐輪元地方に存在した、両方国家。17世紀に新生ローマ帝国の両方として存在したが、ザクセン・ゴータ・アルテンブルク公国に編入されて消滅。同区下が1825年に断絶すると、領土の再編が行われて復活し、ドイツ帝国成立以後はその両方となった。駐輪元諸国における、 ザクセン・アルテンブルク公国駐輪源地方の東部にあった両方で首都はプライセカー流域の都市アルテンブルク。ドイツ帝国の下で駐輪源諸法と総称された両方軍のうちの一つである。駐輪源地方は歴史的経緯から各国が大小の飛び地を有して入り組んでいた。ザクセン・アルテンブルク公国もその例外ではなくドイツ帝国時代の領土は ロイスゲーラ公国に属する土地によって大きく二つに分けられていた。首都アルテンブルクは東側の領域にあった。西側の領域にはアイゼンベルクなどの都市が含まれ、ザクセンバイマルアイゼナハタ公国に属する二つの領域を南北に隔てる形で位置していた。東にザクセン王国、北にプロイセン王国に隣接していた。 この広告は1602年から1672年までは、神聖ローマ帝国の両方であり、ベッティン家の支流であるエルネスティン家が統治していた。その後ザクセン・アルテンブルクは、ザクセン・ゴータアルテンブルク区下の、ザクセン・ゴータアルテンブルク広告によって統治され、一時、この広告は消滅した。しかし、1825年に、ザクセン・ゴータアルテンブルク区下が断絶すると、 エルネスティン系諸公国の間で、領土再編が行われ、1826年からは、エルネスティン家の支流である、ザクセンヒルトブルクハウゼンクゲのフリードリヒが、ザクセンアルテンブルク公となり、この公国は復活した。そして、1918年11月13日に、ドイツ革命と第一次世界大戦での、ドイツ敗北による影響で、 エルンスト2世が退位したことによってこの広告は滅亡した。その後のザクセンアルテンブルク広告はザクセンアルテンブルク自由州を経て1920年にバイマル共和国の駐輪元州となった。その後、1825年までザクセンゴーターアルテンブルク港にその地位が継承される。ありがとうございます。